うまいな、なんか、なんだろうこれ、なんかうまいぞ。フォルクスワーゲン、カルディヘビーユーザーの私がおすすめするおつまみね、これをご紹介します。マイマイのマイ、はい、こんばんは。好きな、調味料は甜麺醤、濃いめです。今日はですね、私の、こよなく愛するカルディに行ってまいりましたところ、なんか変なやつ見つけたんで買ってきてみました。こちらでございます。いくらのいらないいくら丼の素ね、いうことでございましてですね、あったかいご飯にかけるだけでいくら丼の味になるという、謎に謎を重ねた商品と相なっておりますので、そちらの、レビューの方を皆さんにお送りしたいと、思っております。どうぞよろしくお願い申し上げますね。というわけで早速ご飯にかけてみましょう。かけたよ。これね、不思議ですが、いくらのいくら丼みたいな匂いはします。本商品にいくらは入っておりません。写真はイメージです。ちょっと食べてみましょう。混ぜた方がいいのかな。いただきます。まずいいですか。あのね、すごい美味しい、うん、すごく美味しいというのはまず一つ。いくらかと言われるといくらではないね。いや、まあそりゃそうです。いくらじゃないって言ってるんだからね。そりゃそうです。でもこれね、この食べ物としてすげえうまい。うん、これうまいな。うまいけどいくら丼ではない。これボツかな、この動画。あ、うまいな。でもすげえうまいな。あのね、今日私がヘビーユーザーのカルディに行ってきたんですが、すげえ激推しされてて、ずらーって並んでて買ってみたんですけども、レジの横にも置いてあって、チラッて見たら「あったかいご飯にかけるだけで」って書いてたんで、すぐ買いました。うん、結果すげえ美味しい、食べたことない食べ物になったよ。これでうまいな、マジで。なんだろうこれ、いくらの、あ、でもね、すげえこうなんとかいくら感をね、もう出そうとされている企業努力感はものすごく感じますよ。あのいくらの中のあのとろっとしたこの粘度っていうんですか、その粘度具合はもうほぼ一緒ですよね。でそのいくらの うまみあるじゃないですか、いくら独特の、あれをこうなんとか表現しようとして、いろんな多分エキス的なのが入ってるんでしょうね。魚介エキスが入ってたよ。まあこれ別の名前で売った方が良かったかもしれないね。なんならこれすごい話題性はなんか飛びつき感はあると思いますけど、ご飯に合う液みたいなね。ご飯に合う液みたいなね。何がいいネーミングなんだっつってね、言っておりますけども、これはちょっと誠に勝手ながら、私により
解明させていただきます。イクラのいらないイクラ丼の元ではなく、すげえうまいご飯に合う液。最低のネーミングでいくよ。あーうまいんじゃな、すごいうまいんじゃな、これ多分ね、大葉、刻んだ大葉とちょっとわさびとかね入れて、これかけて混ぜて、そんな感じがな一番おいしいかな。うん、うまいな。なんかなんだろうこれ、なんかうまいぞ。はい、という全然残念なネーミングをつけて終わる動画になりますけれども、せっかくなんで飲みます。これね、たまーに飲みたくなるんですよ、この黒ビールって。飲んだことありますか？まあ、有名ところだとギネスとかあるんですけど、ギネスじゃなく、この日本の、会社が出してる黒ビールを年に2回ぐらい飲みたくなるんですよね。それが今日。いい音ですね。フォルクスワーゲン。乾杯。これこれ。これね。たまに飲みたくなるんだわな。なんでだろうね、これね。あ、じゃあちょっとせっかくなんで、私のカルディヘビーユーザーの私がおすすめするおつまみね、これをご紹介します。どうも、滝川クリステルです。戻ってまいりました。どうぞよろしくお願いします。私のカルディヘビーユーザーの私の激イチ推しおつまみ、マウラークリッピーさ。これね、もう何回リピートしたかわからないね。これ大好きです。食べましょう。こんな感じでございますよ。こんな感じですね。これうまいんだ。うん、なんとも食べにくいけど、うめえ。これね、辛いのあんまり得意じゃないんですが、ちょうどいいんですよ、辛さが。うめえ。で、このグリーンピースに、ホアジャオっていうその、まあ、ピリッとしびれる山椒ですかと、唐辛子で味付けをしておるということなんですけれども、これね、ビールにめちゃくちゃ合いますよ。あなたのね、住んでおられます町にカルディがある場合は必ずこれを一回買ってみてください。まあ、どういう方におすすめかというと、まあ、手軽にこうピリッとね、こうキュッとこうビールに合う、なんかお酒に合うですね、おつまみを探しておられるあなた、おすすめでございます。で、おすすめじゃない方、山椒がダメな方は絶対に買わない方がいいで、私ね、山椒大好きなんですよ。なので、あと辛いのが全くダメな方もやめといた方がいいと思いますが、そうじゃない方はね、これぜひ買ってみてください。うまいわね。こう変に脂っこくもないし、塩分もこうものすごいしょっぱいわけでもないし、すごいバランスがいいんでしょ、味付けのね。なんでずっと食えちゃうぜ、イコール喉が渇いてくるんでずっと飲めちゃうぜ。おつまみってなんで必要かというと、ビールでもまあ何でもそうですが、一口目って一番美味しいじゃないですか。こう飲んでいくとビールはこう苦味が増してきますし、そのだんだんこう美味しさが、最初の一口がマックスなんですよ。で、そのマックスの美味しいところから、こう二口目、三口目みたいな、だんだんですね、こう落ちてくるんですね。で、その落ちてきたところを塩分だったり、そういう他の味、全然違う味が入ってくることによって、この段階こう下がってきたのをこう一回ふーっとね、戻してくれますよね。
そうしてまたこう下がってきて、またこう上げてくれますよね。これがおつまみの役割なんですよね。あ、知ってましたか。そうですか、失礼しました。でね、これもろにね、こうホワジャオが花山椒入ってるんです。これをそのまま食うと、結構腕立てしたくなっちゃうくらいピリッときますけど、それでもね、これぐらいの辛さはね、本当にちょうどいい。これ何の動画ですかっていう話になりましたね。今日これ何の回ですかっていうね、感じになりましたね。すごい美味しい液と黒ビールとマーラーグリーンピースの回になったようです。まあ、なんなら一番おすすめはこれ元も子もないことを言いますが、うまいわ、本当にいい。これというわけで、なんかすげえとっちらかってすみません。こういう動画もありますんでお許しください。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。うめ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 。